人妻枠。はい。人妻の皆さんからのお吐きメールです。うん、ペンネーム、あるえ。はい。太田様、田中様、スタッフの皆様、はいうん、こんばんは。はい。初めて投稿させていただきます。はい。下痢のため早朝に起きてしまいました。んなんだ下痢のためって言うのよ。<laughs> 私はまだ人妻ではございません。うん。交際6年目の彼と、今年の春から同棲中です。うん。 面白い下ネタはないのですが、うん、日常のことを書きたいと思います。はいはい、ある日ゴミを捨てようと、うん、ゴミ箱の中をふと見たら、うん、使いかけのポケットティッシュが捨ててありました。うん、まだ半分残っていました。なんで捨てたの、うん、すると、ごめん。たまたま捨てちゃったのかなと思い許しました。うん、しかし数日後、うん また捨ててありました。うん。今度は二つも。うん。おい,おい <laughs> また捨ててあったようん。<laughs> ごめん。お前何考えちゃんだって。<laughs> 彼は、うん、ハウスダストが原因の鼻炎持ちなので、うん、ポケットティッシュが必需品です。うん、なくならぬよう、うん、私が家に常備しています。うん 新聞だ、新聞だって本当は取れるほど家計は裕福ではありません。うん、でも仕事柄取らなくてはいけないというので取っていますが、ほとんど彼は読んでません。うん、しかも新聞代は私が払っているってどういうことだよ、うん、<laughs> 私がまだ実家にいた頃ある事件が勃発して、うん、それが原因で倹約家になりました。うん、その時、うん。 松井和代様の掃除の本と出会い。<laughs> <laughs> 辛い時でも掃除をしようと決めました。<laughs> ああああ私は虚弱体質なので、常、うん、勤では働かずに、たまに短期のバイトをするのですが、うん、やはりその時は疲れてしまい、家、うん、事がおろそかになります。うん、すると彼は、もう寝ていいよ。え食器洗ってくれんの うん、洗わない。この野郎 <laughs> この野郎小前とゴキブリにはこれよりなんだよ <laughs> 結局私が洗います。うん、もし寝てしまっても夜中に起き、片付けます。うんうん、綺麗好きだという彼はちっとも綺麗好きではなく問い詰めると、うんうん、時間があればやれよ超綺麗好きだもん <laughs> はあ、うん、あんた休日も寝てるだけですけど <laughs> 誰のおかげで誇りがないと思ってんだよあんたみたいなのは綺麗好きって言わねえんだよハッタークみたいになってきた。<laughs> 彼が疲れていることは重々承知です。ああ彼の実家は汚く臭かったので、はる、うん、かに美しいのに、ちょっと感謝してほしい。うん、しかも私は不眠症気味。うん、隣で寝ている彼は毎日熟睡。うん、イライラします。うん しかも、歯ぎしりがあり。なら。うん、鼻息がうるさい。うヘ、ん、が臭い。うん、ザブングルーのくせに。<laughs> いつもエグザイル歌ってんじゃねえよ <laughs> ザブングルーのくせに。<laughs> ちなみに私は。 中島美嘉に似ていると言われます。なんで私ちょっと自慢です。ああ、なんか、綺麗な人なんだろうね。何にもわかんないですけどね、ねいや、とにかく、ティッシュマンだぜ。ねかんない。ある原因で契約感になります全く謎が解明されない。とにかく相当不満が溜まってるようですね。ストレス発散してるんでしょうけどね。えなんで、サンジャポのパンチャ鈴木くんがなか どうしたのパチンさん、どうした珍しいね。いや、彼はね、あの、この番組のヘビーリスナーですから、ああ、嬉しい毎週聞いてるんですよ。サンジャプの AP ですけどね、彼はね。はえよかったね、先週。数字。あ、そうなんあ、西川綾子の数字持ってんな、あれ。ああ、そっかそっか、西川綾子の。ね、例のあの、彼氏のね。そうです。話で。え続きましては、柏原。はい。この人あの、旦那のですね。一物が大きすぎてです。 <laughs> はいはいはい。セックスすると吐き気がする、えー。すごいよね。物 <laughs>、ま、もののけと呼んでいるという、ね。<laughs> 私もよく言われました。言ねつも。もののけ王子なんて言われました、ね、何なんだよ。もう王子なんだからなん大田さん、田中さん、こんばんは。かし、かわ、あ、かわし、かわしらですね。かわしら。かわしらと申します。うん、覚えていただけたら嬉しいです。うん、ずっとメールをしたかったのですが。うん なかなか旦那のあれのサイズを測るチャンスに恵まれないまま、時間だけが過ぎていきます。うんうん、今度はあのサイズを測ります。申し訳ございません。少し前に、ちょっとしたことで夫婦喧嘩になり、うん、もう仲直りはしているのですが、うん、旦那が怒ってる理由があまりにも理不尽だった生徒、うん、今後の私の立場を有利にするためにも、 今、セックスお断り中です。何があったんでしょう。何でしょうね。謎が多いですね、さっきからね。これは私の勝手な判断で決めたことなんですが、断れど断れど、うかちかちのあれをこすりつけ、要求してくる旦那に、うっかり負けてしまいそうになりながらも、なんとか断り続けているんですが、つい、 昨日、うん、旦那はとうとう我慢できなくなったらしく、新生、うん、アイドル中出し、中出し解禁という、DVD を、借りてきていました。うん、あら新生、うん、アイドル。新生アイドル。中出し解禁。うん、なんか悪いような気もしますが、うん、私は最近乳首がやたら痛むこともある、うん。<laughs> 何なんだよ、もう。どうしたの <laughs> 何がれ <laughs> 性欲が停滞気味なので、うん、それで頑張って何とかスッキリしてくれればと思います。うんうん、最後に、少し遅い申告ではありますが、うん、今の旦那と結婚する前に、少しばかりお付き合いしていた人が、うんうん、オリンピックの星のジャパンにいました。えぇ、ー、<laughs> マジ <laughs> ちょっと待って待って 夜の打率もいい感じでした。ちょっと待ってよ。そして、メダルこそ逃したものの、うんうん、日本の代表なんて、私だけまん。いや、すごいよね。という感想で、幕を閉じた北京オリンピックでした。うん、<laughs> ちょっと、 水深寒くなってきましたが、岡田には気をつけ。け寒くね、山田。その。<laughs> それより。星野ジャパンに。星のジャパンに。のンに夜の打、打率もそこそこ。打率で行くと、青木。がやっぱピナントリ青木。打率ってこと言うとね、<laughs> ヤクルトの青木は、やっぱね。だけど、夜はデビューじゃないですか。<も> におかは星のジャパンじゃないですか。でも、あの、まあまあ、別に、全体的に皆さん打率はいいからね。やっぱそれは選抜で選ばれるわけだよね。そでしょ。中島かなぁ。そう、中島、じいじゃねぇな。ん田淵の息子田淵の息子田淵コーチ。いやいや、星のジャパンって、あの、コーチってさ、コーチ、田淵コーチ。田淵コーチじゃないですよ。星のジャパンってそうだけど。田淵はいいですよ。 かなり打率打率は良くないからね、田淵はね。ホームランをつけて。ああ、そうか。山本コーチだよ。山本コーチ。コーチ。いや、違うよ、絶これはいいですよ。えラジオネーム、ゴムマリ。うん。太田さん、スタッフの皆さん、こんばんは。うん。あ、で、デムマリだ。うん。14歳のデムマリと言います。うん。この頃、ポッドキャストで聞き始めました。はい。 本当に面白いっすね。あ、<laughs> そうですか、ありがとうございます。まじな,なんですかまじ何なんですか <laughs>、うん、私は弟と、うん。爆虫問題知ってから二人でファンしてるんですよ。ああ、そっか、十四歳だ <laughs> そうだよな。うん。かっこ、弟はピカリのファンで、うん。私は、嵐の昇君ファンで。ちょっと待って。<laughs> 7中じゃねえのか、そこ。壺が分かってるね、この14歳で。うん、このラジオをできれば弟と一緒に聞きたいのですが。うん。内容が過激なんで。まあ、そっか。いろいろ単語を聞かれると説明しにくいんっすよね。まあ、そうだね。やっぱね。なんなんだよ、もう、やっぱねって。<laughs> かっこ小3なんで。ああ、弟、小学校3年生か。はい。ここで。はい。 質問ですはい。わからなかった単語がありんすよあー。あ汗。ーってか何これ私もギャル語で書いてるんだけどコーナーみたいになってんだけど。わからなかった。うんうん。うんピンローってなですかピンローピンローって。あー。たなちゅはい。流さないでちゃんと教えてもらいたい。あピンローね。これをきっかけに、はい。弟が中学生になったら、うん。 ピンローの意味を、教えてあげたいと思ってますなるほど。かっこ、大丈夫だよねピンローはピンクローターでしょ何ですか、ピンクローターピンクローターっていうのは、あのなんていうの、こう、コードがつながってるような、あの、カプセルみたいな何の、何で、ビーンって、バイブ機能の。バイブうん。やつでしょで、それを、まあ、 主に女性なんですかねあ、主に女性男はあんま使わないかあんま使わないか。主にじゃないいやいやいや。ほぼ、ほぼ、たまにいるかもしれない。まあまあね。要は、えー、その、振動、振動の方を考えたんですか振動がするわけですよ。ピンクローターっていうのは。バイブ機能の。それを、まあ、いろんなところに当てると、 気持ちがいい。当てるとというか、もう入れたりなんかするんです。入れたりですね。ええ。と気持ちがいい。そうです。遠隔操作っありますかいわゆる、バイブ、バイブですよ。バイブです。うん。バイブです。でも、そう、大きさ的には、あの、いわゆるほら、あの、小さいですバイブっていうのは、いわゆる本当の、ああ、もうそういうね。一物の大きさじゃないですか。はい。ピンクローターっていうのはもう少し小さい。小さい全然小さい。指みたいな。あれでこう遠隔操作とかやあれがすごいんですから。遠隔操作で。街に出てこう、ビンってこう。あの、 そう、装着した、ああ、そう方がいて。実は、まあ普通の。UFO キャッチャーやってるときに、ヘッってスイッチ押したりなんかするんです飛び上がっちゃったりなんかするみたいな。<laughs> あ<ー>自分が UFO でキャッチャーされちゃうんだ意味が分かんない <laughs> ピースはい。私の弟に、棚中ってどう思うって聞いたら、うん、なんか別にとべた。小3の子にこんなことを言われている棚中は、本当にかわいそうだと思いました。<laughs> かわいそうだね。 棚中へ。うん。棚中ファンって言ってあげられなくてごめんね。<laughs> いや、いいよ、別に。何にも言わなきゃそれすらなかったんだもん。だって翔くん好きなんだもん恥ずかしい。うん。じゃあ、ば<や>ーい、まあ、確かに別に桜井翔と棚中だったら俺も桜井翔の方がいいと思うけど、<laughs> それはね。うん。あ、採用アザスそうだ、ん、よね。すごいね、うん。ピンクロータ、うん、あなピンクなんですかね。 ブルーローターなんてのはあってもいいやっぱその、陰ビな感じがする。なるほど。ね、ピンクの方がなんかこう。えペンネーム、ゆうこりん。うん。さん、ちんちんもがもが、初めまして。なんなんで、ちんちんもがもが。えラジオネームは、まぞっこ星から舞い降りたゆうこりん。いつも楽しく拝聴しております。はい。爆笑問題のこのラジオに出会ったのは、お恥ずかしながら、つい最近。ラジオを聴き始めてからの私と言ったら、うん。 今までうんこ色だった世界がまるで今やドッピンクです。<laughs> そうなんですか。つまらない平凡な人生を送っている私は、うん、通勤時、睡眠時、入浴時、うん、どこでも聞き、<う>声をあらわに、うん、爆笑することによって、うん、私の人生は今や笑いのオアシスです。すげえな嬉しいね、なんかね。彼とは来春結婚予定ほら人妻枠く権利。 獲得予定者です。なので投稿をお許し下さちいうん。いや、いいですよ。14歳が送ってくるんだから。かいいね。ね彼とは高校2年生の時に、同じクラスになり、うん、私から一目惚れ、<う>本来アタックできる性格ではないのですが、うん、こんなに私の心臓を痛めてくる、うん、マシンガンで心臓を100発ほど撃たれました。<laughs> そ,うそんな彼に、うん、アタックしないと死んでも死にきれないっていうか、うん、死んだら一生彼の専属幽霊になるし <laughs> と思い、うん、突っ走りました。なるほど。ぶっちゃけ彼の性格は、うん、残念なほどにオタクお<う>ですが<う>顔はカトゥンの亀梨、うん 嫌いなきことは運動のくせに、うん、なぜか逆三角形と、好き、えー、モテる才能を、わしづかみにしている彼が、<ー>こんなうんこ野郎を好きになってくれるわけがないと、うん、誰もが思っていたのですが、一、うん、年半の頑張りの末、うん、彼がついに告白してくれました。うん、す、す、すす、 す、す、好きだと。すっげえな、ロックンルージュの歌詞みてえだな。うん、声が詰まりまくり告白に、2時間ほどかかってしまいましたが、ああこの瞬間、勝利を確信しました。すごいね。全国のモテない皆さん、うん、誰だって愛を貫き通せば、うん、得るもの同じ、頑張れよすごいね。今、いくつなのかね。 そのほら、高校2年の時の、ね、いわゆるね、好きだった人と結婚するって。まず、婚約。うん。ちょっとわかんないですね。ね。一年半もの間、夜な夜な彼との妄想セックスに明け暮れていたので、うん。すぐにでも本物の彼とやりたいと思っていました。うん。初めてのセクウスは、うん。<laughs> 普通めっちゃ普通ですが。<laughs> はい。 二年ほど前に、私の友達に、おふざけでもらったローターをおうまた出てきたちょっと何、何 <laughs> 彼に渡すとその晩から、彼は S、私は M という、上下関係が確立しました。<laughs> <laughs> かっこちなみに今や電池交換三回目のローター、うんはあ、愛好家 はあ、彼は日ごとエスカしていき、うん、シャンプー時に、うん、トゲトゲのついたブラシで、うん、頭皮をマッサージするあれを、うん、ローターにつけ改造し、うん、え、え、え私のあそこに当ててくるという、発明家になってしまいました。<laughs> すごいな、ドクター中松だな。<laughs> それがまた気持ちいいとか言っちゃうとか。 商店、はあ、点とか。<laughs> あのさ、この人もうとっくにバラ色だろなんかその人生。<laughs> そんな言葉では言い表せませんでした。ああうん。M が覚醒した瞬間でした。うん。私、初告白なんですけど。うん。うん、物心ついた頃から、うん。おまたに、うん。M というあざがあるんです、で どういうこと ?M というあざきっと赤ちゃんの時に、うん、宇宙人に拉致され、うん、脳に M 遺伝子を組み換えをされ、見せしめにおまたに M という、あざ <laughs> をつけられ、そして何事もなかったかのようにマゾとなって、地球に帰還したんではないでしょうか。そんなことないと思うよ。ちなみに私、うん、乳首が3つあります。はぁ、あ これも変態宇宙人の仕業でしょうか。さらわれだった時のことを思い出せないのが悔しいです。<う>怖いです。<う>そしてありがとう。お前大丈夫か <laughs> こんなつまらない不思議体験を読んでいただき、感謝します。<laughs> サンキューベリーマッチという宇宙から来たユーコリンという。 ユーコリンでもすごいよね。ええええ、魔族個性から。魔族個性 M という。いね。い,いやー。